現実のヨハネブレイズインザディープブルーのコーナー。はい、このコーナーでは2023年11月16日発売予定の現実のヨハネブレイズインザディープブルーを紹介していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして一緒に紹介してくださるのはインティクリエイツより中川さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、今月もやってまいりましたインティクリエイツの中川と申します。今日もよろしくお願いします。爽やかな爽やか今日のね、 T シャツがヨハネ T シャツ、お、いいですね。そうなんすよ。はい、体験会とかで来てます。うん、皆さん見つけてください。はい、中川さんだって言って、そうそう大体いますんで、どの辺で確かに青いから目立つね。その見つけやすいですね。うん、はい、そして電撃からはね、西岡さんが出演します。ということで、はい、お願いします。中川さんも準レギュラー。準レギュですね。先月に引き続いて、はい、すごい安心感が半端ないですね。よろしくお願いします。そしてかのこさんはね、前回の電撃ゲームライブのこのゲームのコーナーにも出演されていまして、ね、すごい、あの海底神殿のステージとかもすごい華麗にプレイされて、あのボス戦の対応力もすごかったっていう、なんか噂が流れてるみたい。いや、それは絶対事実。かなこさんは本当にゲーム上手だから他のメンバーがあわあわしてたところをサクサクと言ってくれてたぜ。あ、他のメンバーも一緒に、ね、やってたんですね。そうかそうか、なんかそういろんなところでちょくちょくそうプレイしてるみたいで、今日はもうちょっと先に進めるみたいなので楽しみ。はい、ということで、ね、こちらもそっかそっか、11月16日発売予定なんですね。まだね、先なんですけど、小出しにね、していって。確かに、でもアニメもね、今やってますからね。そうなんです、もう進んできてね、いや終わりたくない本当に、ということで、はい、ではではこの4人でね、進めていきたいと思います。ではまず最初にゲーム内容について教えてください。ほい、はい、またスライドお願いしたいんですけど、すいません、高崎さん、また読みをお願いします。はい、読ませていただきます。責任を持って読ませていただきます。お願いします。現実のヨハネはラブライブシリーズ第2作ラブライブサンシャインの公式スピンオフ作品です。そのヨハネの世界を舞台にした探索型 2D アクションゲームが本作現実のヨハネブレイズインザディープブルーです。プレイヤーは主人公ヨハネとなって、相棒のライラプスとともにモンスターがバッコする謎の海底ダンジョンに消えていった仲間たちの救出を目指します。ゲームの注目ポイントを簡単にご紹介です。まずはその1、神秘的な海底ダンジョンでアイテム探しの大冒険。海底に広がるダンジョンを探索、手に入れたアイテムや仲間たちの力を借りて迷宮を攻略しましょう。神殿や遺跡、沈没船などさまざまなシチュエーションが登場します。注目ポイントその2、通るたびに変化するランダムエリア。ダンジョン内にはランダムで変化するエリアが存在しています。探索のたびに新鮮な体験が楽しめます。はい、注目ポイントその3、アイテムを作り出すキャストシステム。探索中に手に入れた素材で武器やアクセサリーを合成できます。作り出せる装備品は90種類以上あります。あ、めちゃめちゃある。すごい、すごい。注目ポイントその4、個性豊かな仲間アクション。テレビアニメでおなじみのメンバーが登場、それぞれのキャラクター性を生かした個性豊かなアクションでヨハネの冒険をサポートします。私が演じる花丸ももちろん登場してます。前回に花丸ちゃんのおかげで最初のボスをね、倒せたすごいな。そうなんですよ。花丸ちゃんの役職はあれなんですか？花丸ちゃん、そう、お菓子屋さん、そう、パン屋さんをしているんですけど、だからそれぞれね、まだ私もその前回ね、ガスキャラしか使えなかったので、まだね、それぞれがどういう攻撃方法をしてくるのか、そう、全然花丸ちゃんただ転がってただけだったそんな感じなんだ。あ、でも花丸投げれば勝てる。あ、すごい強い、すごいですよ。皆さんどんどん花丸ちゃん投げてってください。ローリングアタック気になるけど、ね、うっかりみたいな。でもいいですね、みんなね、いろんな攻撃方法があって楽しめますよね。そうそうそう、個性豊かで、はい、ということでありがとうございます。ではでは
じゃあ早速ちょっとゲームの方ねプレイしていこうかなと思うんですけれども、今日プレイするのは海底神殿の次のエリアとなる洞窟エリアで、はい、もちろん最後には手強いボスも待ち受けているようです。はい、プレイするのは花丸役の高槻かのぶさん。頑張ります。頑張ってください。わーい。わーい。なんかあれですね、体験会で今やっているのは、はい、その前回プレイしたエリア、はい、海底神殿だけなんですけど、じゃあこの先はまだ本当ここから初めて初公開、すごい、やった。でちょっと今突然セーブエリアから始まっているってあれなんですけども、うんうんですね、ちょっと最初に行ってもらいたいところがあってですね、はいはい、まあ、今日は任天堂の石板使ってるんですけど、プラスボタンを押してメニューを開いてください。もう完全に製品版仕様になっているんですけども、マップ移動でですね、はいはいはい、実はヨハネの占い屋ってヨハネの拠点に戻ることができるんで、一回ちょっと拠点に行ってもらっていいですかね。マップ移動してみて、はい、X ボタンを押して、 X、はい、ヨハネの占い屋で行きます。占ってほしいな、はい、あの当たんないっすよ占ってくれることに、ね、意味が、ね、あるんですはい、ありがとうございます。こういう拠点に実は戻ることができます。これいつでも戻ることができます。で、お見せしたいのは、うん、あの高槻さんはゲームがすごい お上手なので、はいはい、あんまり使わないと思うんですけど、うん、回復アイテム、ね、アイテムってある、はい、ぜひちょっと開いていただいて。大事大事。おお、で、おいっぱいある。はい、メニューも。円ですね。円、ちゃんと円なんですよ。わかりやすい。わかりやすい。所持金。いい。一重百千万。本当にやばい。800？80万か。ここだけちょっといじらしてもらって。めっちゃ持ってるんだ。めちゃくちゃお金持ち。今だったら買い放題ですね。そうなんで、ちょっとゲームが苦手だなとか、ちょっとね、不安に思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、ポーションがあれば買うと素晴らしい。そっか、HP とあと DP、はい、ダークポイントがあるから、ね、ダークポイントも回復しないと技が使えなかったりしますよね。そうですね。なんで今日他にいっぱいあるんで、うんうん、もうなんか適当に買っていただいて、はい、じゃあもう高級なの買いたいな、はい、おさあ3つぐらい買っとこう。とっぱらですね、うん、なんか使い捨て回路ってこれは何なんですか。これしかもなんか効用があります。絶妙な。そっか、凍っちゃったりするのか。なるほど。私はその下に陽気な香水の方が気になる。しかも同じ値段ですよ ね、 あと孤独状態香水でふーって陽気になる。ゴフとかは持ってるんですか。ゴフとかはね、ゴフ良さそう、はい、これも普通に使う。なんかちょっとバフが1万円ありますよ。やば、極みですって一番高級感。いや、そりゃ、うん、でもこんだけお金持ってたら全然良い、うん、ね、はい、もう買ってきましょう。もう、もうなんかヘパリーゼ極みみたいな感じ、ね、ヘパリーゼ極みみたいな感じ一番いいんだろうな。感動エキス酒飲まなきゃダメじゃないでもポーションですね。あ、じゃあダークポーションも買ってった方がいいですよね。ダークポーション絶対、はい、買った方がいい。ここぐらい買っていくか。これは大事ですね。あとはこういうのまだいらないのかな。あとは大丈夫かな。万能薬持ってったらいいじゃないですか。全部、ね、何個か。これはいいですね。万能薬なんてもういくらあってもいいから、はい、めちゃめちゃ買う、うん、頑張ってもいいですね。頑張ってもいいですから。いい、こんなもんでいいかな。はい、ありがとうございました。で、これで簡単に、はい、うん、冒険に出る、はい、お願いします。そうです、あ、これでさっき言ったところに足跡マークついてる、はい、ます。出陣じゃあ。で、今回はかなり製品版に近い仕様ということで、前回いわゆる武器とか、まあ、仲間キャラの召喚をすると、ダークポイントが減りますって言って、あんまり減ってなかったと思うんですけど、今回は結構減ります。あ、まあ、普通に戻った感じですね。ちょっと、はい、今日使える子たちを、ね、見てみようかな。で、まあ、今はライラプスのまま、はい、今ライラライラプスは減らないんですよね。減らないです、はい、これだけが唯一減らない、うんうん、ちょっと変えてみて。チカ、はい、チカ、おお、使いやすい。おい、いい、いい、いい。何、ほ、なんかすごいですね。本気の下ぐらいみたいな。なんか大砲みたいな。機械っぽい感じですね。そうですね、マップが。カナンちゃん。すごい、上から殿様が、カナンっていうより殿様が強いみたいな。殿様を召喚します。上からね。でもこの位置とかちょっと大事かもな。どれくらいの位置に落ちてくるのか覚えていかないと、うんうん、床とか壊すのに使う、うん、あとダイヤ、はい、ダイヤさん、ダイヤさん、おー、切り裂いてくれる。ダイヤだけ3回連続で、はい、こういう、おー、すごい、いいですね。この近接で結構手強いところで、はい、早いし、そうですね、
これは使い分けていきたい、はい、あそうです今かなり減ってると思ってますよ、うん、そうなんです、ね、これ通常の、うん、あはいこれも今向きの前回斧だったから、はい、ちょっと変わってますね、はい、ちょっとずつ減ってってるやっぱり使うと本当だ上が、うん、じゃあ早速出てみますか、はい、実は装備品も後で作れたりするので、はい、うん気になる、はい、もう早速宝箱あるんですけどもう思わせない早速宝箱いいっすか、そっか最初にいい思いを、はいうん、あ壊れた槍なんか手に入れて今びっくりマークがちょっと上についてるんですけど、うん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 、あれは今のアイテムを取ったことで新しい装備作れるよっていうマークです。じゃあ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 ちょっとメニューからそうですね、はいはい、キャストです。キャスト出た。で今ブロードソードが作りましたね、うん、作っちゃいますか。もう早速作りましょう。わーほいダークです。きたってことは装備をしないとですね、はい、変えます。そのダガーだったの、あっカタール国違う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 今国国っていう国ジャバラ県ですね。ジャバラ県かっけー剣と鞭を組み合わせたような武器。こういうのめっちゃ上がる。プラス29。やっぱ距離とか遅さとかもいろいろ。そうですね。攻撃力の強さと DP のやっぱ消費の具合が多分ポイントかなと思ってますね。あ、じゃあブロード結構このソード使いやすい。はい。使いやすいって書いてあるし。じゃあこれで早速。結構近接。うん、もう完全に近接ですねこれは。うん、はい。これ下行くか横行くかどうします？もがします。うわあ確かに両方行ってます。確かに両方そういうこういう時下選びがちかあ、行っちゃいますか。お願いします。おここあ来た。おー強いです強いパンパンで。じゃあダイヤで。あ、ちょうどちょっといい、ね、ここの滝に引っかかってあんま見えなかったけどダイヤさんが、うん、あおおアイテムとかお金とか。あ、またどんどん下に行けるな、うん、はい、いいですね、うん、お、ちょっとそこに来た感じかな。おなんかあ違う子とか使いたいけど新手が間に合わなかった。地下とかあ、これ使ってクラゲみたいなやつが。あ、ギリ間に合った。すごい次カナン使いたいな。どう、あ、ちょっとちょっとちょっとここら辺ここら辺うまい。いや気持ちいいわ。あ、めっちゃ DP 減ってる。はい、そうDP って自然回復しないんで、あ、はい、めっちゃ減ってるな。ポイントですね。計算しながら結局こういう時に使っちゃうんだよな。確かに。え、もうなんかでかいちょっとなんかやばいね。え、なんかもうあれもうボス？こういう時は地下じゃない？いいですね。うん、じゃあ地下で行ってみましょう。ああそう！タイミング。あ、いやでもほら、たガードしてる。確かに。だからやっぱ上から。おお、一回逃げよう。すごいやっぱ範囲広いなぁ。おぉあっあぁおぉ神回避よっしゃぁ500円ゲット500円ゲットいい時給だ500円だぁあいや大きいの突然出てきた。おぉ何こいつ。おぉえうわ魚うわこれな、はい、などうしようこれもうジリジリカナンに落としてもらいたいな。カナンちゃん気持ちいいな。またこれどこに進むか悩み。結構広いですね。ね、上とか行ってみて。右行ってもらえるとすごいありがたいですね。あ、ありがたい、はい、じゃあ次行ってみようか、うんうん、はい、お、いるいる、うん、これ突然出てくるんですね、うん、やっぱああいうアイテムとかこういうのを回収していくのもルビーとか手に入れた。ルビーだ。ルビーちゃんのかけらかもしれない。ルビーちゃんかもしれない。お、あ、でも上とか宝箱のマークあるけど、え、でもこのマップにあるってことですよね。あ、そうですそうです。このどこかにありますよ。あ、どこかにあるってことか。どこかなんだ。え、泳げるの？泳げる。え、なんかここでも怖い怖い怖い。潜れる。あ、潜れない。これも海洋恐怖症よ。逆に言うと今潜れないんです。今は、はい、今はってこと？今は。今はいつかはじゃあ。この泡とかに触れるとこれはダメージ？大丈夫よ。大丈夫なのかな。お、あ、これ今は潜れないから。もうこれ避けていくしかないんじゃないの？攻撃は出せるので、はい、おーおー、こう行くしかないですよね今ね。スイート上になって。じゃあ下に宝箱下にある。そういうことだ。そういうことです。あ、これ下行くしかないじゃん。はい。
結構サクサク進んでますけど、はい、広いですね。うん、マップもたくさんあって見応えがある。あー、わー、うわー、これ地下とか。あー、それ落ちちゃった。うわー、痛い痛い痛い。ちょっとこっち回復できないかな。おー、できたできたできた。見つけちゃった。見つけちゃった。読みがすごい。読んだ読んだ。当たった当たった。いいね、DP 回復できたからここで弁解できるんで、うんうんうん、これを探していくのが結構ポイントかもしれない、ね、確かに。あ、これし、あ、ここの下行けばいいのか。このまんま、はい、おー、うわー、またでもやっぱこれ下なのかな、うん、また水ですもんね。下行ってみましょうか、うん、マップ楽しいよな。ねえ、ね、なんかいろいろある。これも自動生成なんですか。ですね、マップ自体はもう決まったものなんですけど、うん、途中にあのランダムポイント、エリアっていうのがちゃんとあるので、うんうん、そこが完全にランダムになりますね。あ、はい、だからこの2つ目のステージなんですけど、洞窟はかなり広いです。あ、やっぱりすごい。またなんかいますね。なんかいますね。みんな待ってる待ってる。あ、あ、ひるんでる。硬い。あ、ひるんでる、ひるんでる。かわいい、ちゃんとひるむ。ちゃんとびっくりしてる。ひるんでる。ひるんでる間に倒せると。おー、素晴らしい。わ、こっちとか戻りたくなるな。いいんじゃないですか。戻ってみよう。え、え、なんか、うわー、わー、高い。500円でしょ、あいつ。500円だ、500円の、500円のカニ。あ、でもなんか、おお、これ、体力戻っちゃうのかな、戻ると。あー、どっちなんだろう。あ、も、あ、戻るかなっていう横で。あ、あーっと、あ、やばい。結構減った。あ、やばいですね。よし、あ、大きなハサミ。大きなハサミ。あ、こっちとか行きたくなっちゃうよね。あ、宝箱。あ、来た。あ、そうですね、いろんな生き方とか。ダイヤ使ってないかも。あ、ダイヤ3。ダイヤ3。3回やんないとこいつは倒せないんだ。お、また来た。おー、心強い。あ、あ、あ、今、今です。で、うん、今、あ、今じゃない。でもこれ上上がれないですよね。確かに、どうやって上からだ。そう、上を伝ってきちゃうの、渡ってきちゃう。意外と当たり判定が。よいしょ。おー、とう、とう、おー、いいんじゃないですか。いけるね。素晴らしい。回復したいね。回復したい。これやっぱしどんどん下。ありがとうございます。あ、これは別に見送ってもいいですからね。うん、うん、無駄に戦わなくとも。また戻りたく、下かな。下回る。左の方が多分、ね、いいと思いますよ。また500円でできそう。500円の既視感がある。これでもすごい遠くに行っちゃうんじゃない。あれ、なんか実は洞窟は広いのです、ね、違う、はい、ステージに行けます。すごい。そんなことあるの、いいんですか。はい、この先にあの今日倒していただきたいボスがおります。なんか見えてる。いや、まあ、なんか今こんな、こんな、あ、ちょっと待って、アイテムあるじゃん。めっちゃ買ったんだ。こういう時のためにいつでも使えるんですね。はい、いつでも使います。ヤヒルポーション全開。おー、ダークポーションも、まあ、まだいいか。いつでも使えるなら、うん、あ、てか悟空っていつ使うんですか。悟空は多分ボスの時に直前で使うのか。直前にね、はい、それボスなのか。ボスこれは。あ、もうちょっと先。違うやん。違うやん。違うやん。うわ、投げてくる。し、新手、新手だ。ダイヤさんにやっていただきました、はい、ありがとうございます。やっぱみんなそれぞれ使いたくなるな。そうっすね。あ、ちょっと殿様の位置がね。あ、あ、うわ、当たれば強力ね。うん、うまいじゃん。よいしょ。あ、でも結構やっぱ減りますね。そうなんですよ、強力なやつほどやっぱり減りが早い。なるほど。そうですね。ダイナプス、はい、これがやっぱり基本かもね。省エネル。いや、いや、500円ゲット。お、なんかありますけど、宝箱だ。なんかありますけど、あー、落ちた。落ちちゃった。左行ってもらっていいですかね、はい、左、はい、左で。なんか右はちょっと今行けない感じですもんね。右がです。なんかいるぞ。なんか一回戻りますよね。一回こいつだってさ、攻撃してもさ、落とせばいい。なるほど、
そういうことか。そういうことか。もう終わった。やったー。うわあよかった。でもこれ戻んなきゃですね。じゃあ、はい、で右行くとボスです。あ、はい、もうボスが。あ、待ち受けてますんで。それジャンプしていけるの？あ、確かにジャンプしていけるかな。ね、さよなら。もうや敵がちょっと切なそうでした、ね。立てたけ。立てたけ。これってあれ。ちょっとボスいけっかな。いけるいける。ボスなんですけど、うん、結構強めのやつです。はい。とりあえずあの 顔出しに行きますね。はい、お願いします。まあ、でもほら戻れないよ。突、うん、しよう。ちょっとわあ。もう普通。あ、さっきのやつの強いやバージョン。うわあ、マジ。ちょい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 。めちゃくちゃローリングしてくる。あ、なんかレーザー。あー、おお。わわわわわ。おお、こういう時に。突しくるよ。あ、こう。わあ、結構あれですね。うわ、縦に攻撃すると。あ、これどうやって痛かった痛かった。あれだからちょっと前に出て前に出たらいいのか。これはこれはそれは避けられる、うん、この後はあーやっぱあーかなり最初から行かないとですね。あれ来た後にビーム出るんですか、はい、早いですね。あーこれやばいやばい。よしよし、こういう時にねアイテムを使う。あー、まあ、B をしちゃった。エンデエンデで、これでバチで、ちょっと攻めの5分もあ、そうです、ここで行きましょうか。使ってきますか。極み極みです。さあ、回復したぞ。あーい、ちょっと立ち止まった。あー、待って待って。あー、やばいやばいやばい、よく分かんなくなってきた。あーちょっと強っ。ちょっと強めなんだ。初見ではやっぱり厳しいですね。家に戻るんだ。あ、家に戻れた。ライラプスについて行かれてしまいます。これでちょっともう一回アイテムを、もっとごっそりだったごっそりと。やっぱもうこれだけ持ってますからね。銃はあればいけるでしょう。で、ちょっと極が、ね、うん、なくなったんで、これを買いまくろう。5個ぐらい買っとこう。うん、告知を少し待ちましょう。分かりました。じゃあサクッと倒そう。次はラストチャレンジで、はい、今日のラストチャレンジで、いけるいける。あ、でもこのまま行けるんだ。ボスエリアに、左側 あの青いところ、はい、うん、セーフエリアに戻る感じで、うん、一番近いセーフエリアから行きましょう、うん、お、ダイヤさんに言われた、はい、そうだな、じゃあダイヤ、うん、ダイヤさんで、うん、さささっと叩いて、で、あのくるくるみたいな基礎になったら前に出る。うん、おぉで、こいつはこいつ虫。あ、うん、ちょっと腹立つよね。こういうミス腹立つ。腹立つ。しかもトゲトゲの部分にこの縦のトゲトゲの部分にこう。よし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 、お願いします。最初ちょっと前に出た。そうですね。あ、あとアイテム使おう。5分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 を極みだ。早速5振ります。極みの時間で、ね、ご振らせていただきます。でちょっと前に出てしゃがんで、うわ、そっか、しゃがまないといけないんだ。チャンスチャンス、いけいけいけ、ダイヤさん、どんどんいけ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 、よーしよし。で、それをこれは大丈夫。また真ん中らへん行って、真ん中らへん行って、あれだあれだ。あー、ジャンプ間に合わなかった。いや、でもでも、あー、あ、これこうなるんだ。あー、これちょっとあれですね、真ん中らへんに行ってないと。あ、これは、あ、これはそっか、ここ強いな、でもやっぱ、かなり強いですね、体重力。いや、もうこれ必須ですね。おー、聞いてない、聞いてない、何これ、何これ、え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 、やっぱあの、この後落ち着こう、落ち着こう。今のは一回ね、これもう戻った瞬間に、お、やばい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 、あー、無理だった。あー、これジャンプだね。ダイさん、お願いします。あ、5分切れたんだ。どうと、やばいやばい、強いいっぱいいっぱい、強いぞ強いぞ強いぞ、あいつ強すぎだろ。強すぎだろ。もうただのドーピングやろうな。もうダイさん、お願いします。いけ、うん、あー、これしゃがみね。はいはいはい、ここ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 、お、お、いった。おこれ、あの、なんだろう、攻略っていうか、お金
金お金の力お金の力でいけるみたいな初見だとそうなるかもしれない、ね、はい、なかなかやるやつだね、すごかったな、ね、これはもう、もうこれ分かってても難しい、うん、めちゃめちゃあの技術問われるんで皆さんご利用し、はい、ご利用しねもうできるよっていうね、はい、そう、でもノーダメージクリア目指してください、はい、面白かった、でもやっぱそれぞれ の, あのキャラクターのスキルを生かして、うん、会ったところで戦うっていうのが面白いですね、うんうん、ありがとうございます、はい、はい、ということで、うん、ではでは、最後に告知などありましたらよろしくお願いいたします。はい、告知ありますのでまた高槻さんお願いします、はい、読みますよ、はい、はい、商品情報ですよ。探索型 2D アクションゲーム現実のヨハネブレイズインザディープブルーは11月16日に発売予定です。ダウンロード版は Steam など各機種で遊べます。また Nintendo Switch と PlayStation 5はパッケージも発売します。そしてパッケージ限定版には A5 サイズのアクリルボード、 B2 サイズのタペストリー、サウンドトラック CD が付属します。今日はアクリルボードとタペストリーありますよ。はい、こちらです。こちらにじゃじゃん、うん、じゃじゃーん、こんな風になってます。結構大きくてね、めちゃくちゃ可愛いです、すごい。で、アクリルボードもずっと前にね、うん、あったんですけど、じゃじゃん、見えるかな、こちらがイラストが、これオリジナル、はい、もうこれだけの作品が来ました。めちゃ可愛いの、書き下ろしな、可愛いですね、はい、超可愛い、めちゃ素敵です。はい、ありがとうございます、うん、はい、そしてパッケージ版、予約特典としてミニマグネットがもらえます。ちぎって使う小型のマグネットでヨハネのドットイラストが可愛い。こちらもサンプル、手元にございますよ。はい、こちらになってます。これ、これはね、これ分離できるんですか。触れなくてちぎれない、ね、これしかない、これしかないから、あ、わかりました。ちぎっちゃダメ、振りじゃない、そう言われたら振りじゃない、あ、わかりました、そう言われたらな、はい、でもすごい可愛い、めちゃくちゃね、立体感もあって ね、プニプニなんで す, いです。冷蔵庫に貼ってください、うん、貼ってください、はい、そして、そして、そして店舗特典の書き下ろしイラストも一挙公開、特典グッズの詳細はホームページでご確認ください。うん、はい、こんな感じでね、みんなそれぞれ可愛いの、こんな、あら、いいですね、それぞれ好きな子のねゲットしてくださいね、はい、限定版や店舗特典が欲しいという方はお早めのご予約をお願いします。お願いします。次は体験会のお知らせです。ゲーマーズの全面協力のもと全国で私有 体験会を開催中です。あさっては26日土曜日、カードラボ&ゲーマーズ札幌店で開催します、うん、はい、なので近隣にお住まいの方ぜひ遊びに来てください、うん、そして今日は9月10月の予定もお知らせしますということで、小倉沼津大阪での開催をしておりますので、うん、中川さんも見つけてください、はい、中川さん全部行くんですか。全部行きます。いいなー、はい、T シャツの中川さん見つけてくださいね、見つけてください。続いて、お、嬉しいお知らせですよ、はい、なんとこのゲーム用にアクアが歌うテーマソングを制作中です。本作にはまだ公開していない歌に関係する要素もあるみたいなので、なんだろう、なんだろう、続報をお待ちください。知らない、うんうん、来ますね。ドキドキ。はい、最後にアニメ告知です。現実のヨハネさん、サンシャインザミラー、アベマでは最速配信を見れますし、各放送局のテレビでもやっておりますので、アニメを見るとより一層ゲームの、ね、世界観がわかるかなと思いますので、毎週チェックよろしくお願いします。はい、ということで盛りだくさんな情報でしたが、ありがとうございます。すごいめちゃね、より発売も楽しみになって、うんうん、皆さんもね、ぜひぜひよろしくお願いします。あ、すごい、毎日見てます。いいですね、いいですね。毎日ね、いろいろ配信でもね、ありますのでよろしくお願いします。うん、お願いします。ということで、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。では最後に中川さん、一言お願いします。はい、ありがとうございます。今月もありがとうございました。うん、来月は9月ゲームショーっていうのが時間がありまして。そうですよね。そうだそうだ。まあ、多分、はい、皆さんが気になる歌の要素とかも、うん、このぐらいのタイミングで、はい、入れてくるかなというところなんで、9月もぜひご期待ください。来月も楽しみだ。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、それではこちらのコーナーはこれで終了となります。